皆さんこんにちは、森えりです。今回はあるパレットを使ってメイクをしていきたいと思うんですけれども、こちらのキコラボさんからですね、メイクアップアーティストさん監修のもとのパレット、パーティーメイクアップパレットをいただきましたので、こちらを使ってなんでもできるメイクをしたいなと思います。なんかちゃんとね、中にこういうのが入ってるの、東京モード学園さんが共同で制作をしてるパレットですよっていう、こうちゃんとね、こういうちゃんとしたものがこうあるんですけど、本当にねこうやってやり方がねちゃんと書いてあるんだけども、私人と同じこと嫌な人でしょ嫌な人じゃないですか。だからここに書いてないちょっとメイク法、まあ、このパレットだけでメイクしたものは去年あげてるので、今回はここの鼻をバッテンに描いていこうかなと思います。で、ある、まあ、このパレットだけじゃなくて、あるものを使いながらちょっとこう応用編として出したいなと思います。こんな感じになっております。こちら新品でございます。ではメイクを始めさせていただきたいと思います。このホワイト使っていきたいと思います。ちょっとどのぐらいの色が出るのか、まあ、皆さんにこのぐらいですね。ベースはこんなもんで、ここに塗ります。はい、色がすごい綺麗に発色します。なんで下書きにしか私はこれは利用しないので、今はね、だからこのぐらい色がつけば大丈夫かなと思います。でもほらこんなにつくんだよ、チップにホワイト、すごくない？じゃあやっていきます。はい、ということでこんな感じにバッテンに描いていきます。ちょっとねこの時に私失敗したんですけど、バリバリパレットにミラーついてるのにミラーないミラーないって言ってカメラに向かってずっとメイクしてたので、みんなミラーを見てちゃんとやってみてください。で、バッテンもアバウトな感じに書いても大丈夫です。下書きなのであくまで。このシャドウの方赤塗っていきます。この赤のじゃあベース塗っていきますね。こんな感じです。これもまたすごいくっつきがめっちゃいい、紅白って感じ。はい、次にですね、この赤のシャドウを使って白の今書いた下書きの上からなぞっていくように赤を入れていきます。で、またここでボンミスを犯してるんですけど、ミラーをみんなしつこいようですけどちゃんと見てくださいね。この下書きだからあくまで本当に上から赤でなぞってるだけなので、全然今んとこはミラーそんなに大丈夫なんですけど、本格的に仕上げたいっていう子は、まあ、私も仕上げたい子だったんですけど、ちょっとボンミスにボンミスを重ねた感じだったんで超失敗したんですけど、とりあえず下書きの上からなぞるように赤を入れていってください。こんな感じでバッテンが出来上がっていきます。ここでこの方ホワイト今あるんですけど、このリップを使って血のりみたいに囲んでいきます。で、ここを隠す感じで、なんかもっと下書きの上から塗る感じでいいです。これはとにかく、白の下書きから上に赤を本当に重ねていくような感覚で大丈夫です。濃く赤を塗っていく、どんどん重ねていく感覚でやってください。ここは塗ることを惜しまず塗ってください。もうなんかなんかリップなんか塗れないとかって言ってないで、もうねそこは塗ってください。ミラーやりな、まあ、ミラー見ますね。あ、すごいボロボロじゃん、やば。とりあえずまあ直したいところはこっちで直してください。ある人は綿棒。はい、おー、やはりミラーあるとすごいですね。なんで私ミラーあるの気づかなかったんだろう。ずっと使ってるのにこのカメラしか見てなかったですでです、こっからなんですけど、こちらのケロスキンを使って、この音やだ、ケロスキンプロを使ってこの上を、臭い、隠していきます。どうもです。あ、伸びるんだこんなに。こちらを使います。上から、臭い、嗅がせてみます。
ピー臭いですね、そんぐらいね。で上から塗ります。これ本当にだからこれなんですよ、目に入らないように注意してください。そこだけね、ちょっとこれは肌を引きつらせるような感じにしたいので、これだけは本当に重要なんですけど、ちょっと怖いからここだけ。じゃあ塗りますよ、塗りますけどね、上から。目に入ったらマジで痛いので気をつけながらこうやって上から塗っていきます。乾かします。この工程を塗って乾かして塗って乾かしてを5、6回繰り返していきます。乾いてくるとこうやってわかる、引きずってるのわかります。これを何回も繰り返します。ほらわかるかな、これ何回も上からやるんです。そうするとちょっとね、引きつってくるのがわかる。ここに黒を加えていきます。パープル使います。これね、はい、パープルもめっちゃマット。パープルと赤と黒を混ぜた色をここに塗っていきます。コツとしてはゴールドの、まあ、ラメ入りなんですけど、ゴールドをちょっと足してなんか肉感を出したりとかして、ボコボコ感をなんとなくこう出してます。でなんか今回のメイクはメンヘラちゃんメイクって言って、なんかこう彼氏にこう浮気をされて殴ったりなんかこう争うみたいな感じのイメージでやってて、でグサって切られたみたいなすごいメイクにしたかったので、パープルとこの色を混ぜてやってます。この置き方もポン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 って置いてます。なんかいつもの特殊メイクの時はもうザーってやってるんだけど、これはどっちかっていうとちょっとこうチークっぽい感じ、ここにあるから傷が感じで、ここチークで洗った時にここに置くんですけど、なんかそれを可愛い感じに置いて、あまりグロさを出してないです。で最後ですね、上からバセリンを塗ります。ね、テカテカするのでちょっとね、なんて言うんだろうな、テカリがあるから怪我を本当にしてるみたいに見える。あとは、まあ、こうやってぐじゃぐじゃってして、うんってして髪ぐしゃぐしゃにして、髪ぐしゃぐしゃにして、これあんまりぐしゃぐしゃになんないんですよね、多分ここら辺とか。うわ、なんかとりあえずすごい、なんかとりあえずすごくなった。こんな感じ、おでこもやってちゃんとやって、おでこもなんか足りないなと思ったんだよね。でもおでこも本当にこんな感じで汚す感じでいいと思うんです。ここもバセリン、バセリンめっちゃ役に立つからね、このテカテカ感、このわかります。であとはリップを塗りましょう、せっかくだからね。これはあえてちょっとはみ出す感じで、これね、ほんとこんな感じでいいですよ。はい、ここら辺をね、前髪をこうやるんだったらこんなんでいいと思います。ということで、キコラボさんのパーティーメイクアップパレットを皆さんよかったら試してみてください。可愛い系のちょっとホラーメイクもできます。これはね、シチュエーション的には私の中ではとりあえず彼氏に浮気をされてめっちゃ喧嘩をしてて化粧もしてるし、でもボコボコに殴られーの切られーのみたいな、ちょっとメンヘラちゃんメイクみたいな感じのメイクですね。痛めば痛むほどなんかこういいと思うから、もう全部遊べばいいと思う、こうやって。ということで、盛り上がりでした。バイバーイ。聞こえてないと思ったら聞こえてたよ。聞こえてたの。Trick or treat?
Trick or treat. Trick or treat. Yeah. Yeah. Trick or treat. Bye bye. Bye bye.